ヤンキー漫画の金字塔、ろくでなしブルース、森田正則先生は、自身の漫画に登場するセーラー服姿の女子高生が、自身に無断で修正された、とツイートして話題を集めました。修正されたコマは、女子高生が口元に手を添えていますが、雑誌掲載時はタバコを吸っていたようです。作者に無断で修正するのは、そんなできんやん、そんなできる